昨日は4時間半を超える熱戦でリリーフピッチャーの好投が光りました。カープの先発は大瀬良。今シーズンまだ勝利はありませんが、2試合続けて無失点に抑えています。その立ち上がり、2アウト2塁で対するは阪神の4番大山。レフトへ先制タイムリーを浴び、13イニングぶりに失点します。さらに1点を追加され迎えた2回、5番小園。阪神の先発伊藤から今シーズン初のスリーベースヒットで出塁すると、続く6番上本。ここはサードゴロに倒れ、チャンスがついえます。無失点で粘る大瀬良は5回、この三振で通算先達三振まで残り5つとします。さらにもう一つ、史上157人目の記録に4つと迫った大瀬良は5回2失点でマウンドを降りました。その裏、カープは宇草がエラーで出塁し、1番秋山。調子を上げてきたベテランがこの日2本目のヒットを放ちます。さらにチャンスは広がり、ワンアウト満塁。ここで打席には4試合ぶりにスタメンに帰ってきた4番堂林。犠牲フライで1点を返します。7回、逆転負けがリーグで最も少ない首位阪神の堅いリリーフ陣にほころびが出ます。2つのフォアボールでチャンスを作り、5番小園。詰まりながらもレフト前へ運び、終盤で同点に追いつきます。なおも続くチャンス、阪神の4番手桐敷が簡単に勝ち越しは許してくれません。それでもカープのリリーフ陣も負けていません。大瀬良の後を受けた7人の投手たちが延長12回までゼロを並べます。2対2のまま迎えたカープ最後の攻撃。ワンアウトでサヨナラのチャンスを作り、代打の切り札、松山。レフトフライに倒れ、ツーアウト。まだ終わりません。代打、坂倉。センターのファインプレーに阻まれました。カープ今シーズン4度目の引き分けです。まさに総力戦となりましたが、大瀬良投手が2回までに2失点、5回で降板となりましたけども、中田さん、はい、その後のリリーフ陣素晴らしかったですね。そうですね、両先発とも、ね、なかなか状態が上がらない中、ゲーム的には我慢比べのゲームなんですけど、はい、本当に7人のリリーバーが頑張ってくれました。その頑張った7人のリリーフ陣がこちらです。はい、6回に中崎投手、7回矢崎投手、8回島内投手、9回栗林投手、そして堀江投手は10回と11回途中まで投げ、その後森浦投手、黒原投手へとつなぎました。中田さん、はい、このラインナップ見ていかがですか？はい、そうですね、中崎投手が投げた時は1点負けだったんですけど、はい、そこから7、8、9、まずここね、負けてるのに勝ちパターンを投入してますよね。はい、これは新井監督の勝利へのこのね、こう力をこう見せるというか、諦めないぞというところと、あとね、延長に入って黒原投手とか普段投げないような緊迫した場面で出てくる投手がね、本当に力を出してくれたなと思いました。中田さんのおっしゃる通り、昨日試合後取材をしてきたんですけども、小島さん、新井監督ももう勝ちに行ったと話していましたよ。いやでも首位阪神相手ですよ、はい、ね、この力投はすごいですよね。いや、よかったです。すごいですよ。はい、でこの7人のリリーフの中で
中田さんが特に活躍が目立ったと感じた選手がいるんですよね。はい、ね、みんな良かったんですけど、はい、特に堀江投手ですね。堀江投手、こちらですね、12試合を投げて現在防御率 0.00、昨日の堀江投手どこが良かったんでしょうか。投げミスがほとんどないですよね。で、堀江投手といったら、もう以前まで勝ちパターンで投げてた投手なんですけど、はいはい、ここ昨年一昨年とやはりこういい場面で出るとボールボールになりがちだったのが、とにかくストライクゾーンで勝負できてますよね、はい、で自信を持って投げてるように伝わりますね。はい、制球力っていうのはどうですか。いや、制球力めちゃくちゃいいですよ。とにかくおそらく本人もあまりコースを狙ってないんじゃないかなと思うぐらい、もうこう大胆に、ただ間違えないところはしっかり間違えずに投げれてるんで、メリハリの効いたピッチングができてますよね。同点の場面で延長で、しかも昨日は1回3分の1ですから、回またぎ、イニングをまたいで投げている、はい、これ結構しびれるんじゃないですか。いや、これは自信になりますよね。本人にとっても自信になりますし、今シーズンで投げてからこう信頼を勝ち得て、難しいシチュエーションなんですよ、はい、延長戦の回またぎって、はい、ただそれは堀江投手の期待の表れでもあるし、そういう難しい場面であのようなパーフェクトピッチングできた堀江投手っていうのは、さらにこう自信をついていきますよね。新井監督がですね、昨日の試合後この回またぎについて話していたんですけども、10回で堀江投手がいい球を投げていたこと、そして左バッターの中野選手から始まる打順ということもあって11回も投げてもらったとのことでした。小島さん、去年出番があまりなかった堀江投手がフォームを変えて工夫して今シーズン大車輪の活躍っていうのはファンとしても嬉しいですね。いや、嬉しいです。で、阿部さんもね、この堀江投手いいって、はい、この前解説されてたんですよ、ああやっぱりねと間違いない。阿部さんの言葉通りの活躍でしたけども、さらに堀江投手は昨日の試合で代打小野寺選手に投げたストレートが自己最速の155キロをマークしました。去年までは154キロが最速だったんですけども、そして、ね、外ビタビタのまっすぐでした。で、ストレート投球割合、2023年が 61% でした。そしてその被打率が2割7分8厘で、今年は増えました。 72.1% で被打率1割6分0厘と、この数字、中田さんいかがですか。はい、スピードもすごいんですけど、はい、ここまでまっすぐが増えて、まあ堀江投手の投げるまっすぐストレートってストレートじゃないんですよ、うん、ちょっとシュート回転するんで、しかもそのシュート回転が普段普通のピッチャーって50センチ、はい、2、30センチなんですけど、はい、堀江投手って50センチシュートするんですよ。だからもうほぼストレートって言ってるんですけど、ほぼもうシュートみたいなもんなんで、だからただまあこのストレートを真ん中に集める、真ん中に集めることによってシュート回転してアウトコースのいいところに、なおかつスピードも速い、はい、それはなかなか打たれないですよ。ちょっと気になったのが、はい、これインコース、左バッターの、はいはい、インコースに投げたときに少し内に入ってしまうっていう懸念点ってないんですか。いや、それを堀江投手、昨年は一塁側踏んでたんですけど、はい、今年から三塁側踏むようになったんですよ。で、三塁側から真ん中のホームベースの真ん中磨けて投げるんで、はい、角度がホームベースのところに、真ん中のところに入ってインサイド行くんで、これバッター嫌なんですよ。だからこれ非常に嫌なボールになってると思いますよね。はい、石黒さん、今の話聞いていかがですか。いろいろと試行錯誤をしてフォームも変えたんですけれども、プレートを踏む位置なども変えて、本来だったら大丈夫かなって思うようなところをしっかりと自分で結果を出しながら自信にしているというのが大きな存在ですね。落ち着いてますよね、本当とにかく、クレバーな投手なんですよね。いや、もう自分を、ね、よく理解して、なんかこう自分が犯してきたミスの経験をね、バッチシこう変えていける選手ですよね。今後の投球にも期待していきましょう。さあ、今回首位阪神相手に1敗1分けでしたが、来週も甲子園で阪神との3連戦があります。はい、順当にいけば、おととい投げた床田投手、昨日投げた大瀬良投手がまた当たる可能性が高いんですけども、中田さん、どうすれば勝てますか。気持ちです。ダメです、気持ちって言ったらダメです、気持ちもでも大事なんですよ、大事なんですけど、はい、この試合を見て思ったのは、やっぱ追い込んでから勝負球が甘いですよね。高さも甘いし、コースも甘い、はい、なかなかそれをね、バッチし完璧に投げることは難しいんですけど、追い込んで投手が有利のところはしっかりと攻めてもらいたい、コースなのか高さなのかをはっきりして投げてもらえれば
いいゲーム展開にはなるんじゃないかなっては思いますよね。だからやっぱ投手で試合を作らないとダメですよね。そうですね、はい、投打が噛み合うことに期待したいですけども、今日はカープは試合がありません。明日からマツダスタジアムで DeNA との3連戦が始まります。動く先発はアドゥア投手となっていますけども、今日球場で取材をしてきました、はい、下位の先頭は極力抑えたいと、でカード頭ということもあり、長いイニングを投げるためにも一つ一つのイニングを丁寧に投げたいと話していました。いかがですか。普通の当たり障りないこと言ってますよね。ただこれがアドア投手の持ち味ですから、これぐらいなんかこう客観視できるというか、そういうモチベーションで挑むのが今シーズンいい結果につながってるんじゃないかなっていうのは非常に感じますよね。本当にこう表情なども含めてなかなかこう焦ってるところって見たことないですね、はい、普段のプライベートも焦ってるところ見たことないそういう方なんだ、はい、うん、そこから大事なことですね。でも、ね、力強いボールも投げていきますから、チームにとっても大きな先発のピッチャーですね。いや戦力です、はい、そうですね、明日からの3連戦期待しましょう。以上勝ち癖でした。